サイクルスポーツチャンネルへようこそ。編集長です。さあ、サイクルモード2023の会場をいろいろ見て回って動画でご紹介しているわけですけれども、はい、こちら VTJ さんのブースに今回はやってまいりました。ご紹介いただくのは岩井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩井和也と申します。はい、さあ、VTJ さんのブースではですね、タイヤのビットリア、はい、あとはこのこちらにありますサドル、これなんて読むんですか、ブランド名は。これはレペンテというサドルでございます。あ、レペンテ、はい。ちょっとね、まだ視聴者さんの中には聞きなじみのないブランド名だなと思っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、岩井さん、こちらはどういったブランドなんでしょうか。こちらですね、レペンテはですね、はい、2016年にイタリアでですね、はい、誕生した、ハイクオリティなサドルでございます。なるほど。これ製造はもちろんイタリアで、イタリアでございまして、はい、職人さんが手で一つ一つ作っているというサドルでございます。なるほど、なるほど。こちらに並んでいるのは、既製のモデルなんですけど、すごいね、ユニークなカスタムのシステムがあるんですよね。はいはい、そうですね。はい、ではちょっとそちらを見に行ってみましょう。はい、それは裏でございます。はい、ということでレペンテブースの、非常に特徴的な部分のご説明をいただきたいなと思います。はい、こちら奥にサドルのベースがあって、ここにね貼ってあるのがサドルの、ご覧ください、パッドだけ貼ってあるんですよね。こうやって岩井さん、これバラバラに貼ってあるのはどういったことなんでしょうか。そうですね、レペンテではねですね、クラフトショップっていうのを登録しているお店がありましてですね、そのクラフトショップに行っていただければ、まずですね、骨盤のこういうちょっと機材を使って、はい、長さを、骨盤の長さを測ると、はいはい、測っていただいた上で、はい、サイズ132なのか、はい、142なのかを、はい、目安として、はい、サドルをカスタマイズしていくっていう。なるほど、なるほど。これになります。座ると、骨盤の幅が大体分かって、はい、それに近いサドル幅が選べるよと。そうですね。そして、ベースを選ぶ。まずベースを選ぶですか。選んでいただきます。はい、こちらは、はい、カーボンと樹脂を織り交ぜた、はいはい、ベースになっております。90g、はい、こちらが、90g の、はいはいはい、ベースでございます。はい、そして上にあるのが、はい、フルカーボンの、はい、ベースでございます。あ、すごい、78g。 はい、78g で、ものすごく綺麗で、はい、かっこいいベースだと私は思っておりまして。なんかもうこれだけでも座れそうですね。そうですね。でもこれだけじゃなくて、この上にベースというか、このパッドをですね、はい、貼っていく。そうですね、なるほど。パッドをカスタマイズしていきます。例えばですね、この一番いいロードのアリーナっていうパッドをはめるのもあったり、あとはちょっとグラベル用が欲しいっていうのであれば、ちょっとグラベルの商品を貼って、はめていただくと。なるほど。で、ネジで下から3本固定させていただいたら、なんと自分の好きなサドルが作れますよと。なるほど。超軽量で、でもパッドがあるようなものが欲しいとか、はい、逆にある程度頑丈なベースを使って、グラベルのサドルを作りたいとか、そういった、ニーズをこのクラフトショップさんにご相談すれば、あ、じゃあこれとこれの組み合わせがいいんじゃないのみたいなのを教えていただける。そうですね。なるほど、なるほど。すごい、このベースじゃない、ごめんなさい、パッドも、こうやって溝があるタイプのものもあれば、こちら溝なし、溝なしのタイプもございまして、はい、様々なものを選べます。色が欲しいのであれば、色付きのサドルか、はい、なかなか他社では見ないような、そうですね、おしゃれな色ですね。おしゃれですね、本当に。すごいバイクのワンポイントになりそうなカラーリングです。はい、結構
試着会も好評だったと聞いております。そうですね、はい、今日今ショー1日目の、ね、今夕方なんですけども、はい、午前中からずっとフィッティング午前中からフィッティングがありまして、はいはい、フィッティングはですね、まあ、10時から始まりまして、はい、終わったのが12時早っ前結構競争率高かったですね。そうですね、もう正午を12時回るまでに終わっちゃったっていう。なるほどなるほど。ちょっと本当にありがたい話なんですけども、本当に。いやこれ気になった人はじゃあこれお店さんに行かないと手に入らない、ね。そうですね。パッドのバラバラで購入できるのは、はいはい、クラフトショップのみ、まあ実店舗のみでございまして、はいはい、パソコン、まあ、インターネットでの販売はちょっとできてない。なるほど。仕組みになっております。例えばじゃあパッドだけボロボロになったから変えたいなみたいなこともできるわけですか。そうですね、落車とか、はいまあ、ずっと使っていただいて、はい、た時に、まあ、パッドが破れただとか、はい、ちょっと落車で、ベースが壊れたとか、うん、そんなんであればクラフトショップに行っていただければ、安く、あ、まあ、そこだけ変えられるっていうサドルにはなっております。なるほど。なかなかね、これまでいろんなサドルメーカーありましたけど、はい、ちょっと聞いたことがないユニークなシステムです、ね、そうですね、うん、もう本当にそういうサドルが今あるのかないのか、うん、でも本当にとても少ないね、貴重なサドルだと思っております。そうですね。そしてメイドインイタリー。ああそうですね、やっぱりかっこいいですね。ここにイタリアのマークも入ってますので、トリコローレが入ってて、はい、やっぱイタリアンバイクとかに合わせたらね、こうワンポイントになってすごく締まりそうですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、もしこの、レペンテのサドル気になったら、クラフトショップは、ショップリストがオンラインでも公開。そうですね、VTJ の、はい、ウェブサイトですね、はいはい、行っていただければ、どこの店舗かクラフトショップっていうのが一覧が出てくるので、もしよろしければ、はい、VTJ のウェブサイト、はい、よろしくお願いいたします。チェックしてみてください。以上、VTJ さんのブースからお届けいたしました。岩井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。